はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシスミッシングリンクステージ5、砕かれた墓石、こちらをやっていきたいと思います。右にいる機体なんだっけ全く覚えてないな、ミッシングリンクの内容。ステージをやっていきましょう。地球連邦は空におけるジオンの拠点、宇宙要塞ソロモンを陥落させた。戦争は確実に終結へ近づいてる。俺たちはジオンが地球に残した秘匿物資を回収しつつ、各地でジオンの残党と接触をした。物資と引き換えに情報を得るためだ。情報ってのは大事だ。扱い方次第で薬にも毒にもなるからな。さて、情報も揃って準備は完了だ。顔の見えない男グレイブは想像以上に連邦の中で力を持っている。でもそんなグレイブにいよいよ痛い目を見せてやる時が来た。俺たちはグレイブの正体を確定するため、機密のベールに包まれたあの死の騎士ペイルライダーが生み出された場所であるオーガスタの秘密の研究施設へと向かった。ここにはグレイブを失脚させるネタも転がってることだろう。首を洗って待ってろよ、グレイブ。砕かれたグレイブ。北米南東部オーガスタ基地近郊。まあ、前半でトラビスの話があって地球戦と、で後半で宇宙戦になる感じかな。前半戦はね、ほんときついからね。ジムとガンタンクか。タンクがいっぱいいるね。タンクに集中砲火を浴びるときっついからな。ガンタンクをなんとかしないとね。もう一機援護があればって。情報部隊どうした、そういえば二人しかいないんだっけ。あとの二人は。ああ、ミディアいるね。あ、こいつか。ミディアでさ、マジどうやってジム3機も倒したんだよ。不思議でたまらんよ、このね、一瞬でモビルスーツを破壊していくシーンとか。あ、ピクシーじゃん、リッパー。いや違う、違うんだ。あー、こいつか。いや、てかさ、ミッシングリンクさ、やったはずなんだけどさマジで覚えてねえな。しかも割とね、最近の作品だからね、こうガンダム戦機系では。まあただね、1周しかやってないですからね。面白いと2周3周とかやってもいいんですけど、そこまでね面白くなかったからね、ミッシングリンク自体が。そう、ゲームの内容として
3体内に敵軍ユニット9機以上撃破か。マジか。また結構きついこと言ってくるね。そうするとだよ、そうすると、だって最初はさ、そもそもさ1ターン目なんて何もできないじゃん。あー、攻撃の範囲には入んのか。ロケットランチャー 88%。 こういうのはね、やっぱりね、セーブしていこう。セーブが重要。さてさてさて、まずはこいつでロケットランチャーを当てると 70%。 さあ、死神のお迎えだ。あ、そうか、ガンタンク射程に穴があるもんね。2から4と6から9か。射程5が穴だ。でピクシーは突っ込んで、あー、やっぱりその必殺技的なのがないね。ピクシーなんちゃらみたいなのが名前忘れたけど。はいはい、私に無駄な手間かけさせないでよね。でこれでガンタンクを撃破と。で進むかどうかだよな。ダガーとマシンガン両方とも攻撃力自体は変わらないのか。あ、ステルスシステムはいいね。まあ情報分析だよね、そりゃ。射撃と格闘も特に変わらずと。じゃあこっちかな、攻撃していこう。どん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 4034で、ミディアか。ミディアとかね、どうすっかね、こいつ。攻撃、あ、爆撃っていうのがあるんだ。これ使えそうだな。ただミディアね、前線に出すのも危険だからな。ガンキャノンはな、やっぱり射程が微妙だな。でもまあ行くしかないか。ミディア、これガンキャノンの射程に入りそうだけど、まあいいか。グループ攻撃か。ここは慎重に行かないかな。うわー、狙ってきたね。俺だってレースのメンバーだ。てかお前、この前乗ってたモビルスーツどうしたの。おお食らうねー。2500か。2500だったらなんとかなるかな。さすがね、ピクシーはね、頼りになるよね。でマシンガンと。あ、マシンガン5ヒットするとマシンガンの方が強いんだ。ってかガンタンクやばい。うわ、これでもう1万2000食らったでしょ。いやマジ厳しいよ。ミディア下げるか。8700、次食らったら死ぬな。まずスレイブレイスがここに来て確実に支援を当てると。オッケーでしょ。で今度はこのジムを倒すからここに来て、でビームライフルで大丈夫でしょ。よしと。でこいつは援護に残しとくから、このジムを今度ここでマシンガンで倒すと。これ 100% だから大丈夫。であとはこのガンタンクだよね。ちょっと倒せるかどうか。セーブをして、ピクシーでいこう。でマシンガンの方がいいかな。で支援かけて、ライフルとマシンガン連続攻撃だからね、当たったら当たったら強いんだけど、まあ安定性を求めて。いいね。でこの後だよ。あんまり攻撃をしててもね、すぐエネルギー切れになっちゃうから。このガンタンクだよな。 84% 決着をつけさせてもらうぞ、グレイブ。やる気満々だな。よし、ナイスだ。でミディアで倒そう。ミディアでこれジムの攻撃向こうに集中してくれるよね多分。で爆撃と。
58%、これはセーブをかけないとまずいね。もうね、戦力が決まってるからね、まあ、詰将棋までとはいかないけど、ちょっとこういうのはそういう要素があるからね。あと運、基本的に敵の攻撃をかわして敵の攻撃を当てるっていう運が必要だからね。太一7000、強っこいつテンション上がればさ、ジム一発で倒せんじゃない。でこっちのジムやっぱり排除していきたいよね。攻撃は入るか、まあ、かといってね、あんまり進みすぎてももうエネルギー切れだからね。だって12でしょ。12って何ができる。ビームサーベルしかできないよね。まあ、ジム相手だったらなんとかなるかな。よし、きたー。ジムの攻撃くらいなんとかしろ。よし、大丈夫だ、大丈夫大丈夫、これはきっついけど大丈夫。もう反撃できねえから回避するしかない。いやだから攻撃を外すこと自体もダメなんだよ。4000いくつだったらピクシーのマシンガン一発でなんとかなる数字だよね。5ヒットすれば絶対倒せる数字だから、まあ、倒せるまでとりあえずセーブ&ロードと。残り2機か。ここのジムを倒してエネルギーが足りねえ。マジか、9とか。これどうすんのどうにもならん。ガンタンクガンタンクじゃない、ガンキャノン。マジかこれ、エネルギー足んねえじゃん。エネルギー回復しないのっていうか、俺何すんのこれ。敵ユニットの全滅だよ。てかさ、この中に格納しないといけないの、エネルギー回復させるためには。自然回復とかないの。いやー、やられた、これはマジでやられた。ちょっと待って、ちょっと待って、マジで待って、これ積んだよね、もう積み将棋だよ完全に積んだわ。これだって当てるしかないっしょ、とりあえず。いやー、マジ積んだわ。でこれでグループ攻撃をしたとしても通せないからね。だってかこれで攻撃をしていかなければいけなかったのか、敵を倒すときは。マジかー、いけねえし蹴るべ。スキルとかないよね、だって。うおー、やられた。視線回復なしか。いいなー、それはきついねー。攻撃をめっちゃ食らってる。なんかビッグトレイみたいなのが出てこなかったっけ。陸上戦艦、出てきたね。ここのステージね、めっちゃきつかった気がするもんだって。あ、そっか、ここってもともとは単なる研究施設だもんね。別に軍事基地じゃないもんね。はあってはあって言われてるよ。いやー、ミディアバチ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 言ってるけど大丈夫か。これで倒せてもよかったのかな、もしかしたら倒せないけど。てか見て、避難させないとマジやばいなこれ。ガンキャノンで押し切るか、とりあえずは。
このジムは機関キャノンで倒しておいて、あれチャレンジ達成しました。まだ大丈夫だったか。あれターン制限、このターンまで大丈夫だったんだっけ。やられそうだけどね、ミディア4000か。死ぬかもしんないけど、セーブしておこう。2発食らったら死ぬんだっけ。せっかくチャレンジは達成できたけど、おお 70% か、結構きついな。あいつも入ってこない。よし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 、とりあえず機体を出して、エネルギーはよし、いいね、全員回復してる。一応援護ができる位置に行くか。ビームサーベルで倒せるかな。もうこっから先はね、特に自分の身の安全を確保しつつ敵を倒していけば大丈夫なわけで、わざわざミデアを戦場に引きずり下ろさなくても大丈夫でしょう。これと超強気になってるからビームライフル、この2人が超強気になってくれればいいけど。よしよしよし、リックジムとかはどうだろうな。一発で倒せるのかな、ロケットランチャーが当たれば。まずはジムだな。回避されたまあしょうがないかな。マシンガン5ヒットしてくれ。3ヒットか。3ヒットだと、うおー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 おい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 、待て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 、ヒットポイントは全然回復してないんじゃん。援護援護、とりあえず敵を倒さなくては。一体でも敵を倒す。やばい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 、ちょっとガンキャノンを前線に出して、でちょっとミディアは逃げよう。ピクシーはもうこれ回避だなっていうか、反撃ができないから。でビームライフル、これあそうかダメか、反撃でビームライフルで支援反撃をしていこう。減らせるときに数を減らす。いやこいつもやばいか。おーいいね、こっちを狙ってきた。エネルギーがなくなるけど、そんなこと言ってられん。よし、テンションアップ。おーいー、狙ってきたー。支援防御、レイスだったら耐えられるでしょう。オッケー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 、危ねえ危ねえ。徐々に回復してきた。どっちか向きかー。なるべくこの端っこの方に、ここか多分。こいつギリギリでしょ、でこいつもここでギリギリでしょ。 OK5000 かー。ヒットポイント何パーセントを回復するんだ。 10% とか 20% とかだったかな。前半戦はねもう鍛えようがないからね、今ある戦力で何とかしないといけないっていうところがまあきついよな。よし、ナイス回避。毒戦も食らうのかよこれはこの攻撃をかわせるまでちょっとロードする必要があるな。
よし、OK。ジムの攻撃は食らったけど、そんなもんはもう、ものともしない。ヒットポイントの回復量がめっちゃ低い。これはあれか、整備兵とかがいないからか。ってことは、やっぱりまずは、このジムを倒して、エネルギー自体は、回復量は大丈夫だから、よし。超一撃にして、あとは、援護を入れてぶっ倒そう。ガンキャノンの、太一っていうのはないからね。もちろんロケットランチャーをぶっ放す。1万5000、1万1000、倒した。いやー、なかなかにきつかったね。ダイバーよろしくって。何すんの、情報を集めるのか。ペールライダーの研究者がグレイブの正体を知っていると。なるほどなるほど、明暗ですね。こいつらもひでえな。証拠は全て消し去る。まあでもこれが報いということだよな。それから数日後、レヴィル将軍の死去が伝えられた。ジオンのデギン公王との和平交渉の際、ソーラレイの一撃で艦隊ごと消滅したと聞く。これで和平の可能性はついえてしまったが、この戦争ももうじき連邦の勝利として終わるだろう。気がかりなのはヴィンセントだ。今空では最後の戦いが繰り広げられている。でも奴のことだ。きっと生き抜くに違いない。何せ約束したんだ。生き抜いて終戦を迎えたら、俺が愛した食堂で飯を食おうってな。これで後半の宇宙船か。宇宙要塞ア・バウワク・エヌフィールド。あれ、いつの間にかゲルグ軍乗ったんだっけ。こいつも物事を対極的に見れてるね。僕も生き残れるかな。いや、まあ残念ながらそれはね、ないんだよ。こいつは確かね、死ぬんだよね。っていうか基本的にここでね、死亡者が多く出るはず。
そこはなんとなく覚えてる。ヤギもね、ここまで丸くなったんだけどね。いやでもさ、ジオンの兵士がさ、こう地球に一人取り残されてさ、生きていくっていうのは相当大変なことだと思うんだよね。それこそ連邦の勢力が及んでいないアフリカとかに逃げ込むしかないんだけど。相変わらずの物量だけはすげえよな。おわ、ジムカスタムっぽいのが出てる。前衛部隊がやられた。戦場をかける赤い稲妻。そう、俺がジョニー・ライデンだ。真紅の稲妻、ジョニー・ライデン少佐。ありがとうございます、ジョニー・ライデン。まずは頭から潰す。いやさすが慕われてるね、ジョニー・ライデン。まあこっちにもジョニー・ライデンいるけどね。ちょっとそういえば編成を変えました。こっち側、ミカミックスの機体は変わってないんですけど、左側が連邦系の機体になってます。で、右側がジオン系の機体と。で、第二部隊も、隊長はアムロで、アムロにアレックスを乗せました。アレックスがアムロの手に渡ったと。で、左が連邦系ですね。で、右がジオン系なんですけど、ちょっとね、ジオンのね、人たちお金と機体とスカウトできる人の関係で、部隊的には穴が開いてます。でジオンがね、なかなかね、こいつだっていう人がね、まだいないんですよね。なんで、編成的にはこれでいこうかなと。前回と比べて戦力的にはね、めちゃくちゃ下がってるけれども、これでやっていきましょう。あれ、地上適性合わない。そうか、で確かね、入れてあるはずなんだよね。そうそうそう、入ってるよね。89式ベースジャバー。スレイブレースが地上用なんで、こいつを乗せますと。 OK、 行こう。マゼラン撃破。3ターン以内にマゼランを撃破できるか。マゼランどこにいる。こいつか。それこそな、サイコハローを投入しないと。無理くさい。当たらんか。ホワイトベースはもう前面に出て、ホワイトベースのね、いいところはね、この2連装メガ受賞があるところっすよね。で、そう、アムロってね、指揮範囲がね、めちゃくちゃ狭いんですよね。1個しかないっす今。
まあ、確かにこの時代のアムロが指揮したかっていうと、まあ、そういう感じではないですからね。まあ、一応これチョバノアーマー装備してるんで、落とされてもチョバノアーマーが破壊されるだけなんで。ただアムロは射程が短いからな。シャアを出そう。シャアはね、スカウト、シャアとアムロはもうスカウトしたばっかりなんで。よし、これ確かジオンのさ頭だけになるよね。あれならないかな。ノーアビリティになってるけど、脱出機能とかそういうのないのかな。ジョニーライデン、俺のジョニーライデンの方が強いぜ。なんて言ったって機体レベル10だからね。これで機体レベルは11だ。よし、200になったからエネルギーを使いとこう。13,500 とかでしょ。ほら11,500だもん。でどうしようかな。このジョニーライデン機はもう使い慣れてるからね。射程とか熟知してるけど、ボールの集中攻撃食らうと結構きついんだよな。今回はやっぱりマルコシアス隊にも少し協力してもらわないといけないけど、こいつザク通海ってなんだ、移動力が少ないな。ビショップも移動力少ないな。移動力5か。ミノスキー粒子が濃いところとかって移動力落ちるのかな。来た来た来た、ジムでは勝てんよ。ジムではな、どんな状況も乗り越えてみせるぜ。ボール、うわー、オールデンジ攻撃ダメか。ま、マジックパワー使うんでね。基本的にはメガ粒子砲でいいでしょう。お、届くね。まあ、届くときは倒していこうかな。ボールはね、マジ厄介だからな。いいね、ジョニーライデン9レベルか。すげえ。いやー、これもう2ターン目だな。いやー、マジ厳しいわ。やはりあれか、サイコハロー出さないと無理か。もうサイコハローさえ出せばなんとかなるかんね今のところ。でこのジムをぶっ倒して、サイコハローが通れる道を分けて、でこっち行ってピンポイント爆撃すれば多分倒せるよね。23,000くらい。次のターンにしよう、まずは進んで対空攻撃、これでヒットポイントを減らして、どうしようかな。 G04 だと、G04 もね、やっぱネガティブランチャーが強いよな、射程長くて。で、2レベルと。で、マークギルダーも、敷地は200あるんで、かなりの広範囲をカバーできる。で、パワードジムのマシンガンと G04 の、メガビームランチャーと。よしよしよし。で、下に取り付いてるジムはこのジムガードカスタムで倒そう。ジムガードカスタムとか言って、攻撃的にはめちゃくちゃ不安が残るからな。まあその名の通り総力戦だよな。でガンキャノンの射程はもちろん長いから、これこの2人でいいかな。
なんかちょっと怖いよな。ホワイトベースを先に進めて、どうしようかね。ボールくらい倒せるかね。倒せないね。まあしょうがないね。まあアムロは突っ込んでこう。レベルが低いとは言ってもアムロだしね。チョバムアーマー装備してるし大丈夫でしょう。まあこういう機体はね、あんまりエネルギーの消費が激しくないっていうのがいいよな。そしてこっちのユーカジマをちょっと上の方に出すか。まあユーの敷地自体は悪くないんで、さすがに3000は大丈夫でしょう。でそこから、ああそうか、こいつは一回出しとかないといけないんだね。ここにやって固定して、で乗せると、で乗せれば攻撃ができるんだけど、チャンスステップでね移動ができないんだよね。移動はなんていうの、ベースジャバーなんで、判定食らうのは。でそう攻撃はできるんだけど移動ができないっていう、そういう感じなんですよね。まあ、そういうところも細かく作れているのか何なのかあれなんですけど、大丈夫かな。ジョニー・ライデンとかあんまり入れなくて、一応両方当たるね。ビームスプレーガンで、ミサイルと回避されてしまった。マジか、これは厳しい。さてそうするとジョニー・ライデンで一発ジムをぶちかますか。空には真紅の稲妻ありってことを教えてやるぜ。4800か、まあそこまで強力ではないよな。てかジョニー・ライデンの音楽ってこんなんなんだ。で一応こいつは進めておこう。で4歩しか進めねえわ。すげえ出遅れんな。そうやっぱりねこれね B っていうのがね良くないんだよね。移動力5あるんだけど宇宙 B とかだとねやっぱ減らされるんだよね移動力が。でこれ敵手 A あるとね全然大丈夫なんですけど。でどうしようかな。こいつらジム出してくるけど一応アムロでなんとかするか。アムロで反撃をしておこう。でちょっとこいつらは先へ進んでおこう。ここのボールを始末しておくか。さてパワードジムも6レベル。で帰ろう。こいつらは外に出してたところでエネルギーが回復しないんで帰れるチャンスだったら帰ろう。よーしこれでいいかな。でアムロはビームライフルで反撃をしていくと。クリティカルが出てもね倒せないからねジムを。サラミスの攻撃か、これは回避しておこう。これも回避しておこう。っていうかあれか、乗っかってるやつらか。超超強気。さああと一ターン。ここはやっぱりもうサイコハードに
頼るしかないな。出撃サイコハロでこっちの方に行って、まあ、とりあえずハロビットでここら辺のやつを倒しておくか。でマフランってなんか乗せてるの？乗せてはないか。で念には念を入れてハイテンションになっておこう。やっほーい。でここからハロビットと、でこいつを倒せばあとはゆっくり料理しても大丈夫なんで。敵機関の撃沈を確認。おお、ジョニーライデンいいやつだね。やっぱこういうやつが慕われるんだね。エース隊に入る必要はない。そっか、自分たちがエースなんだからね。ああ、帰還するんだ。敵いっぱいいるけどねまだおおおお、やられたー。後ろからか。そんな補給がみたいな補給ができない。他人任せだな。ニュータイプとしての覚醒の時だな。来た。ペイルガイダー。アンノウンってことはこれ後ろから出るか。これはガンキャノン、ガンキャノン2とかだっけ。これガンキャノン2だね。ビーム系になってんね、実弾じゃなくて。さてペールライダーがねやっぱり危険なんだよね。空間仕様になってる。宇宙 A か。あ、これペールライダーの乾燥したタイプか。前も片付けないといけないからな。しょうがない、これ後ろはサイコハロに任せよう。俺に任せりゃなんとかなる。お前らはこのデカブツの後ろに隠れてるんだ。ちょっと待ってね。移動力こんなもんか。一旦ちょっとヴィンセント出して、エネルギー自体は全然使ってないからね。で全員でタコ殴りできる状態にしておこう。で後ろは後ろで、でも戦艦がいるのか。乗ってるね。売りたいねやっぱり。
してここどうすればいいんだっけまずこいつは倒して問題ないよね。じゃあアムズで倒そう。よし、超一撃で、この超一撃から一発で倒せるかどうかだね。2万だよ、2万。あー無理だよ、やはり無理か。ジオングに頼ろう。で、こいつは倒して OK だよね。赤枠があるやつは所属してないやつなんで、で、ジオングでこいつを倒して、で、こいつはエネルギーを使えていこう。で、オールレンジ攻撃をするまでもないよな。ピンポイントメガ粒子砲。私に出会った不幸を呪うがいい。バカな、サクテキハガは何をしていた。この俺が貴様ごときに、うっ、これで終わりだとはな。貴様ごときにって言ってもさ、こっちはシャアだよ、シャアお前らシャアを甘く見てるな。よし、 OK。 どうするこれ。両方もうでも戦艦は動いちゃってんのか。ペイルライダーじゃなくて、すぐ間違えるなスレイブレイス、機動力は半端ないな。ジョニーライデン帰還させるか。後ろの部隊が本当にめんどくさいな。ジムコマンドはちょっと来るまで引き寄せるか。ブースター全員につけようかな。ブースターって確か1万円とかだったよね。まずはゲルググでこのジムを倒す。ゲルググがねそこまで火力があるわけじゃないから。で、あ、しまった、ゲルググ入らねえわ。こいつはね、拡散ビーム砲が結構強いんだよね。倒せない結構強いけど倒せない。高機動試験型ザク、もうこういうのに乗せるしかないからね。一年戦争はね、もう機体がね大変なんだよ。だからあとはパイロットの腕でね、なんとかしてもらうしかない。まあ当たらなければどうということはないんで、どんな機体であろうと。でここで多分ジムが来るよな。やっぱりこっちの部隊の方が安定性はあるけど、まあいっか、4人とも出すだけ出すか。よし、 OK、 じゃあこれでいいかな。ギャンが狙われたね。ジャイアントバズーカ、ブルーディスティニーか。2400、これは長距離ビームライフルでいこう。サラミスはちょっと防御しておく。戦艦の攻撃は結構強いからね。でこのジムも隠るから無傷で手に入れるでしょ。まあ、傷つける意味はないんでね、パクるやつを。次これ戦闘になるな、ペイルライダーと。でこれは大丈夫だよね、さすがに。だからこっちか。このジムコマンドは一旦このステイグレイスで倒して、
ビームライフルでいいでしょう。機動力あるからね、これ乗せると。で、ちょっとさすがに戻らないとまずいか。でも下はだいぶ片付いてきたな。で、上がちょっと苦戦中なんだよな、今のところ。このジムコマンドを、高機動ザクで、ザクマシンガンで、倒せるよね、2500。ギリギリすぎだろ。100しかないのか、そもそも。ザクが高機動になっただけだもんね。ザクが確か100、オール100とかなった気がする。これさ、ちなみにさ、オールレンジ攻撃だとさ、ジムコマンド倒せないのかな。支援がかけられるね。で、ピンポイントアタックってさ、うわぁ、ダメだ。支援がかけられない。普通の攻撃なら支援がかけられるのか、距離的に。で、さらに、ゲルビグの援護も受けられる。よし、いいね。ザンチバルは左を向こう。これで、ブラレロも6レベルで、ここはホワイトベースに任せようということで、こいつらは一旦帰還をする。白旗上げてるのは全員サルベージで回収すればいいでしょう。よし、 OK で、ペイルライダーが来るからな。ちょっとセーブをしておくか。ペイルライダーはマジで強いからな。ビーセント狙いか、ビームナギナタ。まあ、こっちはこっちで一応ゲルググリアになってるからね。お、大型ヒートサーベル届くんだ。マシンガンで確実に行こう。確実ではないけどね。俺たちは死なない。ここでお前を倒して全員で生き延びる。マルコシアスとして恥ずかしい戦いはできない。俺には戦う以外の選択肢はないんだ。ふん、ここらで俺の強さをアピールしとかなきゃな。おお、当たった。見せてやるしかねえよな、ギー様の格闘戦争。うらいいね、邪魔見やがれ。うお、強い。さすがに3人でボコればなんとかなんな。あー、戦艦が来た。狙ってくるか。回避にしておくか。価値あるものはすでに俺たちの手の中にある。マルコシアス隊、この戦線を突破するぞ。ギャー。じゃあペイルライダーにはサクッとご退場願いましょうかね。ビーム投げなさでいいでしょう。69% か。パーです。
特に何にもなしかい。でとりあえず困った時のカードだからこいつを倒そう。さてで上はザンジバルに任せて、そうか普通に所属してないやつがいなくなっちゃったな。まあいいや。で真ん中と下はこのハロに任せよう。でホワイトベースは先に進んで攻撃しておくか。これが優勝で、うんうんうん、艦隊戦ならこちらに部がある。おお、艦隊の援護を入れてきたな。ブライトさんはこの 50% をかわせなかった。よし勝ち越しだ。でも 40% 当たったな。おお当たった。やばい巻き越している。うん、まあ確率的にはやっぱそんなもんか。このデカブツに当てられないっていうのがなすげえよな。あれこっちに来たね。どんだけ出てくんだよ。そうすると事務コマンドはやっぱり全員パクりたいから全然動けない。みんな邪魔だ。破壊しようもこいつで。おっさんじわるを投入するまでもない。こいつ一人で暴れ倒す。うん、来た。当たんなかった。いやでもここもマジいい金になりそうだな。でサイコハロも10レベルか。これでサイコロガンダムが作れるかな。シルエット的にだけど。で経験値ロストつけよう。でハロビットで倒すと。さてこっからホワイトベース隊の出番だな。別にホワイトベース隊ではないけど、なるべくなシャアとかアムロ上げたいんだけどな。まずはユウカジマこいつで減らす。いい感じだね。そこからシャアだな。オールレンジ攻撃でホワイトベースの支援を入れると。であとはちょっとサルベージをしないといけないんで、こっちじゃなくてザンジバルのスキル。よし回収。これやっぱすっげえ役立つな。でこのジムはもう全部こいつらで倒そう。うわジオングって射程1がないんだ。そういえば対空射撃でいいか。でただ超強気になったけど次行動しちゃうと終わりだからアムロで行こう。アムロのね指揮範囲がやっぱね狭すぎるんだよね。そうだ無理なんだ。これ1しかないから
ここに入れてビームライフルをぶちかますしかないんだ。アレックスもね、これといった特徴がないからね、武器には。普通のビームライフルしかないから。あ、チョバムアーマーを装備してるんで、防御面では安心だけど、攻撃面では、何の取り柄もないっていう。さて、では、ジオングで沈めるか。沈められるかね ?1 万5000か。私にも敵が見える。沈め。私もニュータイプのはずだ。バカな。うわ、この俺が貴様の時に助けて。うわ、いや、さすがにジオングはいいね。もう武器の攻撃力がね、やっぱり強いからね。ハデスをその身に宿す青色の死神ペイルライダーは、長き死闘の末、空を駆ける堕天使たちの手に落ちた。左右の爪に蛇の尻尾、そして必殺の牙、魔獣の名を体現するマルコシアス隊の猛攻によって、黙示録に描かれた死の騎士さえも窮地に陥った。赤き眼光を失い、戦う意志を奪われたペイルライダーは、パイロットを抱く自らの子宮をあらわにして虚空を漂う。死神と共に戦域より流されていたヴィンセント・グライスナーは、マルコシアス隊隊長として最後の使命を果たすべく、死神の元へと赴いた。そこで彼が目にしたものは、みんなどこ？一人にしないって。小さな女の子、なんだよこれ。なんなんだよ！青き死神を率い、幾多の死を招いたパイロットの正体。それは、年かもいかぬ幼き少女であった。その類弱な姿を見れば、誰の目にも明白に違いない。彼女もまた戦争の犠牲者の一人であろうことが、共に戦場を馳せた幾多の兵士たちにこそ認められた無冠のエース、マルコシアス隊の誇り。その全てを無へと帰した青き死神のパイロットでさえ、戦時下の謀略に操られる青ざめた馬でしかなかった。そして戦いの意味さえ見出せなくなったヴィンセントのやり場のない悲鳴のような絶叫は、誰の心に届くこともなく、ただ真空の闇に溶けていった。この日、宇宙世紀00801月1日、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。ここに人類史上最悪の戦い、後に言う一年戦争は幕を閉じる。しかし、共和国に賛同しないジオンの残党は、再起の時を待ちながら各地に潜伏し、このあと数十年の長きにわたり、地球圏における戦いの火種となっていった。そしてその渦中に、ヴィンセントも自身の身を投じてゆく。
彼の戦いも今時の対戦で終わることはなかったのだ。終戦後、トラビス・カークランドもまた息子との約束を果たすため戦場から身を引くことはなかった。表向きはジャンク屋を営みながら、その場所を根城にテストパイロットや民間戦闘アドバイザーとして活動。その腕に磨きをかけながら再会の時を待ち続ける。いつの日か自身の愛した食堂で息子と集える日を夢見て。ドロスとミジアの後期か。いや、いらんなぁ、別に。ギレンザビ、クエストブリティッシュ作戦を達成。これ続きは？あ、ないか。一応、ミッシングリンクの話としては、この後も続くっちゃ続くんですけど、一年戦争で一旦終わりですね。で、マルコシアス隊のさっきのメンバーは、確かヴィンセントとアンネローゼ以外、全員、ペイルライダーにやられたと思います。で、とりあえず見ていきましょう。サイコロガンダム攻撃力めっちゃ強えな。機動力が落ちる、移動力も落ちる。サイコロガンダムにするか、せっかくだし。よーし、作ろう。で、サイコロガンダム自体はマジでわからんな。一応サイコハロ、レベル6でサイコハロか。ここら辺がなんだかわからんけど、また鍛えていきますか。で、パワードジム、あー、試作1号機になれるんだ。試作1号機になれるけど、とりあえずジムカスタムにしておくか。ここはジム系統でいこう。で、ジムガード、これはもうジムガードカスタムでいいや。で、ガンキャノンはまだ2レベルなんで。で、ブラレロ、あ、バルバロか。なるほどね、なるほどね。じゃあバルバロだったらちょっとブラウブロを作るか。で、ただちょっと出れなくなっちゃったから、これは後で決めよう。ギャンは6レベルにしないといけない。高機動型ザクは、ザク2が生産登録されてないからザク2にしよう。で、ただザク2はちょっと嫌だから後で変えておこう。で、アレックスはここら辺か。フルアーマーガンダム7号機とかね、まあ、アムロ乗せてもいいと思うんだけど。で、こいつらは変わらず、スレイブレイスはこれか。どうするかな。ピクシーもね、地上用だからね。EG8 ももちろん地上用と、基本全部地上用だな、ジム海外は。じゃあスレイブレースのままにしておくか。で、ジオング、ジオングは6がなんだこれ。これパーフェクトジオングか。キックがあるんだね。どうせだったらパーフェクトジオングにしようか。シャアだし、足は飾りではないのだよ。で、まあ、ジョニー・ライデンはもうこのまま行くでしょ。でね、スカウトがね、誰かいますかね、ジオン。まあ、別に連邦も一枠余ってるんですけど、ビッシュ・ドナヒューとかね、ゲラート・シュマイザーとかが強いところに参入してるけど、別にここら辺な、あんまりお気に入りじゃないからな。ドズル・チュージュを入れて、ビグナムに乗せようかな、隊長にして。フォルトとかね、入れてもいいんだけど、ちょっと G04 とか G05 が今手持ちにな、あれだからな、余ってはないからな。 G04 はあっちに回しちゃってるしな。 G05 また作んないといけないし。アンネローゼとかね、アンネローゼとか入れる。アンネローゼ入れようかな。やっぱこれ見た目でしょ、見た目。ちょっとね、気が強そうだけどね。俺はあんまり気の強そうな人はタイプじゃないんですけど、まあとりあえず誰もスカウトせずにこの場は
行きますけど、ヒレンザビとかね入れてもしょうがないからね。あーリディアね、リディアも可愛いよね。あちょっと置いときますか。あーこういう感じか。ここら辺はもうオペレーターとかになってるよね。でギニアスとかねなんかめっちゃ弱いんですよねあそうなんだって。まあアルフレッドがねあれが弱いのはそれはわかるんだけど、という感じですかね。一応、あ、そうだそうだそうだ、捕獲したやつだ、捕獲したやつ。こいつは全、あ、待ってガンキャノンだけ確保してあと全部売っ払おう。14万円、いいね、だいぶ金が貯まってきたな。またすぐね金を使うとなくなるんだけどね。設計で全設計と、でも地上配備機これいつ使われたの、地上配備機って。ダカールとかかな、時代的に。まあこんなもんかな。というところで、じゃあミッシングリンクも終了しましたので、次はもうアーパーワークの戦いかな、ガンダムの最後の一年戦争ですね。宇宙要塞アーパーワークで、あとガンダム戦記が残ってるっちゃ残ってるんですけど、これね0081の時代なんですよね。だからまあ先にガンダムで一年戦争を終わらせてからといった流れですかね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただけるとありがたいです。